おー、ちょっとね、家の中電波悪いんで、外出るまでちょっと待ってくださいね。怖っ。怖いわー。よし、行きましょう。いたずらってわけはないけどね。どうだろう。ちょっとだけこれ待ってて、ちょっとおしっこだけしたいわ。よいしょ、行こう行こう行こう、帰っちゃうよね。NHK？ ちょっと待って、靴どうしようかな。靴。NHK？ テロップ出てない？タバコ、インターホンで録画機能ないのよ。ちょっと待って、タバコ入ってるかな？タバコ、入ってるね。住所で部屋番号が出てこないしよ。部屋番号まで書いてない。待って、とりあえずポスト見よう。チクることはないと思うけど。ちょっと待ってね。LINE が返ってきてないね。西松屋ってね。西松屋で待ってるっつったでしょ。入ってないじゃん、ほら。入ってない。入ってないよ。不在票。なんか車が止まってる。1台マンションの横に止まってるわ。これじゃね？何あのおばちゃん。愛子ちゃん違う。この人絶対怪しいよね。あの人怪しくない？怪しいよね。なんかね、動きが。水道？あ、メモはね、この間の。あ、でも佐川がいるね。ここに。この佐川が来たか、ちょっと聞いてみよっか。聞いてみる？これじゃない？もし来てたらね。あ、中にいないね。いない。ちょっと待って、西松屋ってどこだっけ？結構距離あるかな。不在票はないけど、最近不在票入んない場合もあんねん。さ、脳伝票っていうかさ、伝票がないバージョンとかね。なんか1台車止まってる。あれ違うかな？あれ？
ベンツみたいな車用車、車用車っつってたよね。車用車、車用車、車用車でいるっつってたよ。西松屋ね、なんかボコボコなんだけど、めっちゃボコボコ。どうしちゃったのこの車。修理出すんだ、あの車屋さんに。ナンバーとか私いつも聞かない。でも大体わかるじゃん、この時間にさ車少ないんだかな、大体わかるでしょ。待ち合わせしてたらこんなど田舎だよ、いたらもう一発で気づくでしょ。LINE 来たよ、来た、返した返した。私西松屋で待っててねって送ったよ。あったね西松屋、あった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 、ここね、ここにいると、ここね。でもさ、あの距離からなんか誰か立ってるおじさんみたいの、あれそう。え、来た来た来た、なんかサラリーマンみたいな来た、こっちに。ちょっと無言になるね。後ろから聞いてる、来てる、来てる、怖い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 、ちょっと待って、マジついてきてる。あれだね、あのおじさんだね、めっちゃおっさんなんだよ。ちょっと待って、怖い怖い怖い。私が呼んだけど、ちょっとなんか怖そうな人だね、雰囲気的に。よいしょ、ついてきてる、ついてきてる。しまってね。あ、めっちゃ待ってんね、郵便ポストのところで待ってる、待ってる、止まって。しまってね。めっちゃ待ってる、あそこで。てか、私に気づいてないのね。通り、ちょっと車に隠れる。ここに隠れんね。曲がったふりしてね。とりあえず隠れて、ちょっと歩いてこうかね。あ、この車もメガネの人乗ってる、この車じゃない。ちょっと待って、いや、シャメと全然違う、すんげえ親父。もう50代ぐらいだな多分。1階に始末屋に入るつもりで、メガネだらけで、もあれいなくなった。いなくなったよ。え、どこ行った。あそこに立ってたんだけどね。いなくなっちゃったよ。車出てないよね今、西松屋からね。いや、いないいないいない、誰も乗ってる人いない。エンジンかかった車ないない。さっきのおじさんどこ行ったの、本当にスーツの。
白いセダンが出てった。でもおじさん乗ってなかった。あれ逃げた。え、いつの間にこっちの駐車場に来たの。でさっきまであそこにいたんだよ、あそこの影見て。ちょっと行ってみる。あそこで待ってんのかもしんないよ。ここのね、このポストみたいな赤いとこに立ってたんだよ、さっき。 LINE 来てない。来てないね。逆に撃退された。私まさかここに立ってたの、さっきまで。ここに、この横に。でこっちを見てたの、ずっと。いや、いいよ。会いたくないよ。なんか怖そうだったもん。だって釣ったって追っかけてくんだよ。嫌だよね、家バレたらね。お家にいるとか、目の前に。ちょっと待ってね。その可能性もあるよね、家。家の前にいるとかね。もしかして家の前にいるとか。前に待ってる可能性高いよね。だってあそこに立ってたのに、私見てんのに消えるわけないんで、こっち行ったしかないよね。さっきのお家になんかピンポーンって音が鳴って、ちょっと待ってね。やだよ、どこにいるか聞いたらまたしつこくされるじゃん。なんか気持ち悪いじゃん。お家バレてんのに。ちょっと待ってね、お家一回見に行きましょう。いや、台本じゃねえから。あっちも怖がってるとこ、言い返してよ。顔を見て逃げたの、もしかして。後ろいない。後ろはいない。え、なんか青い車止まってる。さっきなかったよね、青い車が止まってた。ほら、さっきあった、青い車。車用車は青じゃない。本当に。これ車用車じゃないの、ずっと止まってんね、これね。さっきもあったわ、これ。あ、女の人が乗ってる。女の人。ちょっと待って、お家に一回戻ってみるよ。これでお家に前にいたら怖いよね。でもね、逆ギレする場合もあるからね、あっちにね。だってあんだけお家に上がりたかったんだから、お家の前で待ってる可能性高くない？いやいや、そういうパターンもあるよ。だっておうちおうちってずっと言ってたじゃん、あのじじい。ちょっと待ってね。これな、もう登りきったとこはね、おうちなんで。いや、住所を教えて、部屋番は教えてないけどね。部屋番は。なんかね、目が怖かったのよ。すごいなんか切れそうな人だった。私わかんのよ、感覚でね、やばそうなのとか。絶対あのね、あ、なんか車止まってる。あれは？さっきから止まってるやつ？違う？
す通り過ぎ、ここ私のお家ね。いないね、いないね、いないね、いない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 ね。向こうも LINE 送ってこないよね。あっちから送ってくるし、今どこってね。それなんで帰っちゃうのってことは逃げられた、私がすっぴんだかな。逆に逃げられたのか、やっぱ顔ってすれ違った時に。いや、私逃げられたことなんてないけどね、出会いで。どうしよう、くそー、よかった化粧しなくて。パーキングのやつ、いいよもう。うわっ、後ろから。いやだってもうさ、に帰ったってことはそういうことじゃない、無理ってことでしょ。連絡返ってこないでしょ。で LINE しない意味じゃない、だってあっちはもう帰ってんだから、そういうことでしょ。もう戻ってこないでしょ、仕事中で。何の配信これ、お散歩配信。お散歩ね、まったりお散歩に帰ろう。ちょっと待ってね、お弁当を買いに来るやん。お弁当を買いに行く配信でね。お弁当買いに行く配信しましょう。つまんねえなって、だって逃げられてんだからしょうがないでしょ。逃げられてんだもん、だってあっちに。いいんだよ、1万とか閲覧とかどうでもいいんだよ。いいね、お弁当買いに行くね。またさ、そうやってさ、この間は会えなかったら会えなかった、そういうこと言うの、またそうやって。つまんねえだろ、なんだろって。また?お兄さん、いくつ?さん。かわいいね。お兄さん、遊びませんか?お兄さん。遊ばない？ちょっと待って、早いね、足が早いね。もう遊びません。今日逃げられっぱなしだわ。逃げられっぱだわ。兄さん、事故りそうだからね。だから LINE 返してて、もう逃げられたんだから LINE してもしょうがないでしょ。もうブロックだよ、あっちは。何 LINE してって、だってあっちに逃げられたんだから。逃げてないかもよ、だって車もいないのに出てったのに、もう帰ってるでしょ。私のすっぴんを見て逃げ、ビビって逃げたんだよ。だってさ、あっちもさ、だって相手もね、じゃあ今どこにいるのとか、そういうの送ってくる。だからあっちも天秤にかけてたんだよね。ただセックスするつもりなんだけど、あっちも欲張りよ、好みとか見てんで、そうやって会ってね。もういいよ。それで車をバラさないってことは、そのまんま車に逃げれるようにしてるってことでしょ。ずるいわ、あっちも。お兄さん、
遊びませんか、おじさんとお兄ちゃんたち、おいで。警察やめ、まんないな、警察関係じゃない、遊びましょうっつってだけなの。通報されないっつうの、遊ぶしか言ってないのよ。そうやってさ、また攻め立てんのね。そういう失敗もありますよ、皆さん。ごめんなさい。とりあえず謝ればいいんでしょ、今日は。会えなかったからって。とりあえず謝るわよ。ごめんなさい。私がビビったわ、今回。ビビった。いいじゃん、たまには失敗しても。いいでしょ？許してよ。許さないの。たまにはあるわよ、こういう回だってさ。この間はもう大成功なんだけど。え？たまにはこういう不発もあるわよ。しょうがないじゃなって。ビビっちゃったんだから、おじさんさ。え？生配信なんだから台本がないんだ。失敗するときもあるし、成功するときもあるんだよ。ラーメン屋やってないな。じゃあ相手が悪かった。今日はね、行ける感じがしたけど、相手が悪かったわ。相手が。でもう散ってちょうだい、今見にして。期待してる人は散って、もう謝ったから散って。ね。今お弁当を買いに行く配信に切り替えたから、散ってちょうだい。もう闇んとこでも、どこでもいいわ。インターホンがちょっと謎ね。これがね。もういいや、焼け食いするわ。焼け食い。今日も焼け食いだわ、成功しなくて。ね。焼け食い、焼け食い。もうサラダね、2個食べちゃう。これね、これと、これと、チキンのサラダね。サラダ。で、お弁当。夜と朝買うからね。あ、これ美味しそうね。ピリ辛チキン弁当。生姜焼きも美味しそうね。海苔弁当。転ばちょっと待って。ハンバーグにしようかな。海苔弁当ハンバーグにしよう。海苔弁当ハンバーグ。ね、足りないからおにぎり2つプラス。おにぎり2つプラスでしょ。チャーハンも、チャーハンもプラス。でもカップラーメンも買っちゃうから、カップラーメンもね、カップラーメンも追加。これ好きなやつあるし、トマトチリ。飲み物はね、飲み物はこれ好きなブルガリアヨーグルトね。ブルガリ、お願いします。あとね、アメリカンドッグください。はい、アメリカンドッグ1つでよろしいですか。はい、お弁当温めますか。あ、いいです。はい、216円と530円と163円と2500円。はい、お願いします。よいしょ。お箸あ、全部つけてください。お箸3膳のフォークが2個ください。はい、アメリカンドッグだけ袋を分けいたしますか。あ、はい、はい、
バー。ストローもお願いします。はい、2,525円。はい、これもう大丈夫ですか？ごめんなさい。すいません、大丈夫です。はい、あ、これ一緒に入れちゃっていい？はい、すいません。はい、ずっと二人とも向こうになったからびっくりした。マンションのエントランスにはいないしよ。もうやけ食い、やけ食い、もうやだ、もう、もうこれ病気だよね、これ食べちゃうの。もう病気。部屋の前にはいないっしょ。やけ食いよ。だってオートロックだから中には入れないと思うよ。あれパス。お茶ばっかりありがとうございます。ピットイン。雪はね、降ってないね、一度もね。あ、降ったわ。こんな先週降ったけど、積もってない。あんまり積もんなかったね。私がちょうど広島に行った時も、雪降ってたんだよね、関東はね。体壊すと、もうね、ね、糖尿で糖尿、もう完璧、私は。糖尿、うん、お茶ばっかありがとうございます。ピットイン。結局あのピンポンは何だったんで、宅急便じゃなかったな。やっぱりあのピンクのババアが怪しくない？あのピンクのババアでしょ、多分近くにいた人だったな。なんか宗教かなんかじゃない、あれ。ピンクババン NHK か宗教のどっちか。でもタイミング良すぎたよね。ピットイン、茶ばっかりありがとうございます。ピットイン、ミキランちゃんもありがとうございます。検診、だって検診したらだってあの紙を置いとくでしょう。ガスの検診だったな。壁の方を向いてたよね、携帯見ながらね。そうで、私がこうカメラ向けたら後ろ側になったじゃん。あ、ちょっと待って、雪降ってきた。雪パラパラって。ごめん、嘘、降ってない。髪のほこりかな。全然降ってなかった。うん、LINE は来てない。だから多分ブロック入れられたと思うよ。タイプじゃなかったんだよ多分、私のことね。そういうことよ。だってさ、やりたいんだったらさ、帰んないじゃん、普通さ、待ってるでしょ、ずっとさ。すれ違った時に顔を見て、ああ、無理だなって、おっさんだなって言って逃げたの。ねえ。そういうことで、だって LINE 来てないもん。だってあっちから LINE 送るでしょ、今どこですかとかさ。
待ってますとか帰りますとか言うじゃん。明日お店大丈夫だよ、みんなで飲みましょう。明日お店はまだ予約受け付けて、疲れた、本当だよ、もうやけ食いしてやるわ、本当に釣られたわ逆に。返しろよ、私が逆にやられたわ今回。次は仕込んどけと、もうお尻は何も仕込んどこうかしら。じゃあ若い子と迷ったんでね、若い子にすればよかった。20代の若い子からもメール来たんだ今日ね。親父引っ掛けてやろうと思ったのがダメ。親父なんてもうダメよ、親父狙いじゃなくて若い子狙いの方がいいわよ。もうだよ、ジジイは性格悪いよ、ほんだからモテないのよ、金もなくて。ジジイなんてそこはダメよ。つまらんなって言ってる人は、つまらんなって私のことはつまんないっつってんの、そうやって。ポスト、ポストないっつうの。あ、あった、ガスだ、電気来た、電気、電気が来た、やっと2月分、6366円。安いね、1万円超えるかと思ったら超えなかったね。安いわ、冬で6000円は安いでしょう。だってホットカーペットとかつけてんね、私。エアコンは夜つけしかつけないけど。だから1万円以内だね、生活費、光熱費全部1万円以内でやっぱ収まったね、冬でも。1万円以内、摩擦具とかに1万円以内だね。9000円ぐらいかな、こ今月は電気水道ガス入れて。明日お店おいで。あー、もうバカ食いするわ、やられたわ今日。待って、インターホンの録画っていうのをちょっと見てみようかな。インターホンの録画ね、こうやって見るのこれ。これはないよね多分ね、ないバージョンだよね。いや開くのかなと思って開けたけど開かなかったね。さあ飯か。飯でも。まだリア凸から帰ってきてお掃除してないのよ、お部屋ね。お掃除する暇がないのよ、このまんまで出てっちゃったからさ。皆さん汚い汚い言うけど、みんなの心の方が汚いんじゃないですか、そうやって言う。汚い汚いというね、その心が汚いわよ。お店はね、だから金曜、明日は早い、1時間。明日は、8時から。で、土曜日が9時から。水曜日だけ6時から出てる。
あんなこっちゃ騙されたわ、騙されたわよ。あ、今日はだから今日金曜だから8時明日で、土曜日が、9時から、今日金曜で、今日は1時間早い。そう、おしゃれな作りのお部屋もったいない。こう私が払ってんだけど家賃、人に言われたかないわ。皆さんなんか勘違いしてると思うけどね、わざとお部屋を片してないで、こうね盛り上がるじゃん、汚いって。わざと汚くしてんの、片付けないのね。そうだよ、綺麗なお部屋より汚い部屋の方が盛り上がるしよ。だからここ配信スタジオだから、全部ここに見えてるものは全部あのセットだから、セットだと思ってん。私だって綺麗好きだもん、めちゃくちゃ。さて、お弁当食べよっかな。サラダはどっちにしようかな。なんか2種類買った、スパサラとこちら蒸し鶏のサラダ。だから昼と夜に分けるけど、どっちにしようかな。蒸し鶏にする。じゃあこっちね、蒸し鶏。こっちはスパサラは夜で、おにぎりが2つあるんですけど、どっちにしようか。蒸し鶏に合うっつったらこっちかな。こっち。彼女はやらないのって、だから今日彼女やったっつうの、しつこいね。うん、彼女で騙されたの。でこっち海苔弁と、あとハンバーグ弁当がありますけど、これに合うのはどっちだろうな。選択を、海苔、ハンバーグ、どっちも合うね。海苔弁の方がいい、ね。じゃあこっち夜は、じゃあスパゲティのサラダと、あ、そうだね、スパゲティだからこっちだね、こうだね。で海苔弁と、そうだね、じゃあそうしましょう。でヨーグルトジュースね。はあ、やだね、配信中にまた食べちゃうね。配信やめよっかな、太るから。配信してからね、15キロ太ったからね、私やんなっちゃうよ、マジ。これさ、横にするとさ、全部見えんのかな。これどう？もっと見える、横にすると。最近携帯の配信がさ、もう文字がちっちゃくて見えないんだよね。これで見えてるかな。OK。 あ、やばい、アメリカンドッグもあったんだ、これどうしよう。おにぎり2個に、お弁当1個に、サラダ1個に、アメリカンドッグは多いよね、どう考えてもね。それでヨーグルトでしょ。ヨーグルト明日飲もうかな、どうしよう。食べれる？本当に？本当に食べれんの？
今日は少ないねっていつもよりも多いね。いつもよりガンガン多いですよ。ああうまい。このブルガリアが一番美味しいねヨーグルトね。こちら海苔弁当もいただきます。私の大好きな海苔弁、お弁当の中で一番海苔弁が好きだからね。しかもこのセブンイレブンの海苔弁はもう最高よ。白身フライ、コロッケ、唐揚げ、ちくわが入ってるからね。もうがっつり男心くすぐられるよね。わかる。でサラダもね、このバンバンジーサラダは私好きなんだね。海苔弁最強だよね。サラダを先に食べるね、それはねよく言うじゃん、サラダを先に食べるとどんとか。ぶっちゃけね、それはね関係ないという、あのね結果が出てんでね、見解が学会の。どっちから食べても変わんない。今日は予約いっぱい、お店今日来た方がいいと思うよ。明日がいっぱいでお店ね。今日は今んとこ予約入ってなく、今日来た方がいい。リスナーさんはな、 DM か LINE ちょうだい、お店来たい人はね。いただきまーす。あ、なんか海苔弁変わったね。麦飯になってる。白米じゃなくなってる。いつからこれ。バージョンが変わった。DM 今します。はーい。あのね、小峠くんとワンは別れてないか、皆さん騙されないで。配信者で別れたらなんとかっていうのに、別れたらもうね、配信なんてしないから普通。もうショックでショックで配信なんかつけれないかな。でしょ？いや、私はね、今ハッチ君って彼氏がいるけど、もし別れたら多分1週間ぐらい配信休むかもしんない。うん、それをネタに、配信のネタにしないと思う。うん、いや台本なのか別れたのか分かんないよ。だったら小峠は私に連絡してくるじゃん、別れたんで。みんな分かる？お友達の奈々ちゃんにね、別れたって連絡来るでしょ普通は。ね、やっとお前の番が来たよっていうね、連絡が来るでしょ。ね、やっと奈々の番が来たよと、こっちにすり寄ってくるでしょ。そうね。金前さんにはしてたの？あ、そう。そこよ、だから金前さんに言うってことは、そういうこと、私に言わないで金前さんに言うってことはネタじゃん、もん。ネタ書くよ、このネタ書く。ネタ書くよ。さっき雪ちらちらしてた。あのね、なんで冷たいを私は温めないかというと、これね、同じ量でも冷たいお弁当の方が太りにくいのよ。温めちゃうと太りやすいの、ご飯はね。こう半分違うの、半分カロリー。テレビでやってたり、そうそう、冷たいご飯の方が太らない食べ物もね。
食べ物も冷たい方が吸収されにくいっていうの。半分はないまと。あーだから冷たいおにぎりはいいんだよ。そうそうそう、でもやっぱあったかい食べ物の方が美味しいけどね。太ってる人に言われても、じゃあさ、自分たち体重さ測って私に全部 DM とか LINE 送ったらね、どうせ身長が低くてね、70キロぐらいのね、相撲取りみたいな体型でしょ、あんたたちね。え、髪の毛ボサボサでね、爪なんかボロボロで、洋服もね安っちいね、自由かなんか着てね、それエコバッグかなんか持ってねえ、で美容室も半年行ってないとかね。自己紹介じゃん、自己紹介じゃん。ちょっと待って、唐揚げ落ちちゃった。じゃあ今日皆さんはさ、どういう格好して、今どういう格好してる？大体ジャージか寝巻きでしょ？ネグリジェとか。で、私みたいに朝、じゃあね、6時に起きて、こうやってシャキッとしてる？ねえ。ね、出会い系で男に騙されて帰ってきて、みたいなシャキッとしてる？ねえ。そういう充実してる？朝から。手玉だらけの感じが。ジャージでしょ、ね、そろそろじゃあ私ものり弁買いに行こうかしらみたいな思ってるでしょ。お服洗ったよ、洗いました。ね、奈々ちゃんがのり弁食べてるから私も食べたいわってね、こういう感じでしょ。なんかお腹いっぱいになっちゃった、食べれないな最近。半分も食べれない。最近なんかね、朝がね進まないのよ。なんか食べる気がないとか、食欲はねなくてね、お腹は空いてんだけど食欲がないのよ。食中毒じゃなくて妊娠はしてないね。妊娠はしないっすね。体調なんかね、ゲロ吐きそうなの。今 DM 送った、はい。ねえ、やっぱストレスで食ってんね、私これやっぱりね。このストレスをどうやってなくすかだよね。配信やめるしかないかな。これもう配信のストレスだよ。エイジじゃない。なんか、ね、通常の生活に戻したよね、マジでね。休止する、ちょっと1ヶ月ぐらい。でも1ヶ月間休止したら私家賃払えなくて追い出されるんだけど。そこよね。いや、ちょっとそういうプレッシャーもあるのかもな、もしかしたら家賃払えなくなったらっていうさ。配信してない日もマック食べてる？家賃10万円、11万か。10万3000か。
お店の給料は、まあ、それは言わないけど。家賃とお店の給料一緒ぐらい。家賃一緒言うじゃん。夜はだって夜配信はできないもんだって仕事してるかな。うん。え？そうですよ。やられたわ。騙されたわ。釣られたわ。モンジョリって来たモンジョリってラインで。リスナーだわ。だろうな。普通に考えて私逃げられることなんてないもんな。だったらもうがっつり映してやればよかったカメラに。ピンポンはねあれだよ、ガスじゃなくて電気だよ。西松屋のおじさんってだよ。だ電気のピンポンピンポン。奈々ちゃん噛む回数少ない。その何回も言われるけどさ、みんな何回噛んでんの？一口何回噛む？一、二、三、四、五、六、七、八、だいたい八回ぐらいなんですね。一、二、三、四、五、六、七、八、八回ぐらいやっぱ。70回なんてさ、この一口を70回食べ噛んだらさ、何時間かかんの本当に。お弁当一つ食べるのに。なあ、だいたいさ、このさ、ねえ、何噛む回数が少ないとか言ってるやつババアでデブだからね。自分にそのままお返しするわ。こんなさ綺麗でね痩せてる人なんてそんなこといちいち気にしないから、はっきり言ってね。自分に自信があったりとかそういう人ね、そういうとこついてくるのはもうデブのババアやねえ、そんな他人のことなんて言わないか、余裕がある人はね。余裕はない、うん、おにぎり丸飲みでしょ。回数少ないデブってだってさ、そんなこと言わないもん。ねえ、あんた回数少ないよなんて私普段言わないよ。言う？お友達とかね。みんな、くどく言わないの？言わないし思わないの、そんなに。ちょっと食べ方汚いかなぐらい、お箸の持ち方とか気になるけどさ。ねえ。でもうちの家はかなりね、しつけマナーしっかりしてた家なんで、ご飯食べてるときとか普通に箸がこうやって飛んできたからね、もう手をついてたりとかするとバーンってね。
普通にバチーンとかね、そういう家だったわよ。逆に行儀悪いじゃん、そういうしつけをされたか。まあなあ、まあ、あと言葉遣いとかね、私言葉遣い綺麗じゃん、めちゃくちゃ言葉遣いとかすごい怒られたよ。どこがって、私より言葉が汚い人なんてたくさんいるから、マジで。私は言葉遣いめちゃくちゃ綺麗だからね。ね、てめえとか言わないし、絶対ね。なんかお育ち大事するのはもうわかるでしょ、食べる方と食べ方で。普段は言わない、配信上では言うけどね。普段は てめえなんて言わない、お前お前とかで、あなたとかね、うん、そうね。言葉遣いね、女性ね、汚い人多い最近、ほんとあれイライラすんね。普通にさ、とかさ、てめえとかさ、なんとかだろうとか言う人いるじゃん。女の名前ずるせえ、私マジで。言葉遣い汚い女は顔も汚いよね汚く見える美人でもね、いくら美人でも綺麗でも汚く見えるわ。うん、ん？男友達の知り合いでご飯のこと飯っていうの？あ、言うじゃん、飯って。飯食いに行こうとは言うじゃない。なんで飯って言うんだろう、ご飯のこと。いや、リネのことは多分わざとね、下品にしてんだと思うよ。普段はあんなことしないと思う、またパックリンコとかさ。あんな感じじゃないと、清楚な感じだと思うよ。そうだな。立て膝なんてさ、外でやったらやばいけど、お家の中だと別に立て膝立てようがさ、関係ないじゃん。どんな食べてる、あ、お茶箱ありがとうございます。ピットイン。みんなだってさ、自分の食べてるとことかさ、カメラで撮っても相当多いんだと思うね。相当。ね、一人でご飯食べてる時撮ってもな、相当下品だと思うよ。あ、お茶ばっかりありがとうございます、ピットイン。いや、みんなね、カメラに映ってないんだから、自分の姿を一日カメラに撮っても、もう鼻くそほじくってたりとかさ、お腹ボリボリしたりとか。あ、いやー、美佐子ちゃん来ました、爆投げ美佐子ちゃん来ました、ピットイン、爆投げ美佐子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 。ちょっとお弁当代が出るわ今日。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。疲れた、血管切れるか、え、てて、血管切れるかと。無音？え、あ、これが連動しちゃってんだ、そっち。ちょっと待って。
こっちが連動しちゃって消えちゃった。これで聞こえる？これで聞こえる？あーやっぱ連動してんだね。これ金の忘れてた連動。私の歌がみんなに聞こえてなかったんです。すんごい最高傑作だったのに。やべえな、これ聞こえてないっていうのは。ねえ、バクナゲミサコっていう歌をね、今歌ったんだけど。ちょっと待って、こっちのマイクだったら大丈夫かな。ちょっと待ってね、こっちは連動しないと思うよ。あーちょっと待って、もう一個あんねん。爆投げミス、あ、あった。ちょっと待って、これがあったわ。これが出てきた。これいいよ、歌はいいよ、歌はいいよ。だってそん時のフィーリングで歌ってるから二度と歌えないもん。あれ歌うの？あれ以上のもの出せないもん。だってあれが最高だもん。これ聞こえる？聞こえる？聞こえる？聞こえるじゃん。バクナゲミサコ。バクナゲミサコ、バクナゲミサコちゃん、パンパンパン、スパパンパパンパパンパンパン、パンパンパパン、カカ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 。これやっぱ違うのよ。やっぱ初回が一番面白かったよね。初回を超えられないわよ。初回の方がもっと面白かったもん、自分ながね。初回を超えられないわ。初回知らないがな、自分なら初回をやっぱり。1回目はやっぱ超えられないのよ、1回目とね。スターウォーズシリーズは1番目が一番面白いのよ。わかる？ジュラシックパークも1番目が面白いのよ。ね？今のお腹空いちゃった、歌った。パイレーツ・オブ・カリビアンね、でもね、あの、ワールド、なんか、なんだっけ、ワールド・エンドってやつが一番面白かった、私は。あれが面白い。ワールド・オブ・ワールドだっけ。ラスト・オブ・ワールド。ワールド・エンドか。おちんこチョコはね、ハッチ君にあげるから、あれ。うまそうでしょ。アメリカンドッグ大好きなの、私。これさ、衣がちょっと甘いやん。これね、これが好きなの、この衣が。この甘いのに、このね、酸っぱいトマトケチャップと、ちょっとピリッとしたね、マスタードのこの相性。これはもう芸術品だよね。この組み合わせ。この味ってアメリカンドッグしかないじゃん。ね？似たような味がないの、他の食べ物で。あ、
ここでしょ、最後のこの棒のとこでしょ。私もここにじりじりって食べるの好きね。チーズハトクは作ったよ。チーズハトクはなんだっけ、失敗した。あれはそうだよ、私流行る前に作ったんだよ。皆さん聞いて、私 あれがね韓国系が流行る前に作って、何それとか言われたんだよ。何が美味しそうなお店、普通にバカにされたからね。ハトックとかもう先取りしすぎちゃってね。結構前で作ったの、1年以上前よ。どこで知ったの？なんか食べ物のニュースみたいな。あれ結構先取り、先見、先取りしすぎてみんななんかつまんないっていうのよ。結構あるよ、先取りしたの、流行る前にやったとか。LINE も先取りだから、私 LINE 誰よりも早くダウンロードして使ってたんだけど、みんなね、そんなめんどくさいのなんで使ってんのって。で LINE のいいとこね、そのメッセージとか送れてとか、写真も送れんだよっていうの、だって普通にメールと電話があるじゃんって言われてたのね。それ何って、そんなんなんで落とさなきゃいけないの。いやこれ一緒に落としたら便利なんだけどっつってね。それで、ね、その1年半後ぐらいもう LINE みんな持っててさ、 LINE よねみたいな時代になってたの。 LINE って何って言われたからね。宇多田ヒカルもそうで、私が宇多田ヒカルねデビューした時のキュービックなんだっけ、キュービック U ってね、3人でグループやってたんだけど、それをね、学校に持ってって、これ聞いてみた、見てって友達に勧めたら、ね、この音楽何がいいのって。全然良くないって言われた。そしたら、オートマチックでデビューして、宇多田ヒカルがね、オートマチックデビューして、もうバカ売れした。キュービックユーってお母さんと藤恵子と宇多田ヒカルとお父さんが最初のグループだった、キュービックユーって。でその後に一人でメジャーデビューしたのだね。そうそう、それ知らない人多いよね。宇多田ヒカルはデビューはオートマティックじゃない。だって団子三兄弟なんて、そんなこれこれで嘘だって言われるけど、嘘の話じゃなかった。団子三兄弟最初に作り出したのは私だからね。ね、小学校ね、小学校3年の時にみたらし三兄弟っていう、ね、漫画を描いてたの私ね。上の長男のねお兄ちゃんがヤンキー、真ん中のね、弟はオカマで、一番下は普通に女の子っていうね、みたらし三兄弟っていう漫画を返すの。そうそう、団子三兄弟、そのノートね、漫画に返したノートを学校のほら学級文庫とか置いてあるとこあるでしょ、あそこに置いといたらフリーで。みんなが見れるようにねって、それで結構みんなね貸して貸してって大人気だったの、その漫画。だから私の想像だと、その中に NHK の
ね、まあそういう例えばアニメ作ってるとか NHK 関係の人がいて、そういう情報が流れちゃったんじゃないかなみたいな、みたらし三兄弟の。もうね、パクられたんだよ。だ本当に私が考えたのは、団子三兄弟がいるのは私のおかげよ。私のみたらし三兄弟の漫画があったから。もうよ。私にお金もらいたいぐらいで、あの版権をね。著作権は私は持ってんのよ。のり弁買ってきた。確かにその時期でね、その後々だもんね。でしょ？結構後に団子三兄弟でしょ？ほんとだよ。なんかパクられまくりなの、私のアイディアとかね。発想力すぐパクられんの。小出圭介が売った？その可能性も高いよね。次が何が流行るか。だから追加すれば、私去年からずっと言ってんじゃん。暮れぐらいから。カップル配信が流行るよってずっと言い続けてね、去年から。まさにツイキャスはそうなってるでしょ。ねえ、カップルが別れたり付き合ったり、カップルでの炎上が増えたり、カップル配信者をカップル配信をする人が増えるよって言ってて、そのまんまで今でしょ。な、先見の目があるんだし、何でもお見通しちゃうから。これから流行るものは、言ってあげる？マジでぶっちゃけ。ね、流行るもの。あー、でもこれ言っちゃうとなー、売り上げに影響するからな、私が言っちゃうとな。経済を変えてしまう可能性もあるもんね、これね、言ったらね。言っていい？あのね、すごい技術が今年出ますね。すごい、みんな圧倒驚くような、ドラえもんのな、ね、道具の中で一つ実現されるものが出てくる。ドラえもんが持ってる道具の中で実際にできるものがありますよ。それがめちゃくちゃ流行る。もう技術革新みたいな。そう、タイムマシン。タイムマシンが開発されます、今年。マジで。先に言っとくよ、覚えといてね、私の言葉をね。タイムマシンの、まあ、完璧ではできないけど、その、作る、ね、設計図ができる。過去と未来にどっちでもいけるの、いけると思うよ。ねえ。いけると、過去にいけるのよ。それ何ソース？だから先見の目があるって言ってんじゃん。先見の目が見えんのよ、世の中が。でね、カジノがね、そうそうできそうだけど、カジノはね、カジノはどこにできると思う？カジノが最終本拠地、大阪にはできません。東京にもできない。北海道にできます。
カジノは北海道に一番最初に設立されます。って適当じゃないか、覚えといてこの言葉ね、一つ一つね。うん、あとでノーパンが流行る。ファッションはノーパン、もうパンツが売れなくなるから、今年はね、パンツをみんな履かなくなる。それはなぜかっていうと、洋服ね、このね、ズボンの方にパンツがつくようになるから。パンツ付きのね、ブラジャー付きの洋服とかあるじゃん。でパンツ付きのズボンとか出るから、今年から流行りになるから。欲しいしん。スカートはスカートにパンツが付いてる。うん、覚えておいて皆さん、私の言葉をね。で食べ物、食べ物は今レインボーとか、ね、インスタ映えするのが流行ってるけどね、今年は、ひよこ豆が流行る。豆、新しい食材が流行りますね。今までにないね、新しい食材を使った料理が流行ります。ひよこ豆って知らないの？ひよこ豆って、そう、ギアス的なね。髪型はね、髪型今カラーとかみんなバリバリ入れてるけどね、髪の毛をねポンポンするやつが流行る。ポン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 して色をつけたりとか、もうスプレーでね、頭を入れてフューッとスプレーをかけるやつが流行る。機械に頭ピュッて入れて、もうスプレーでピューッてもう緑色になっちゃうみたいな。それで取れないみたいな。特殊な薬剤を使わなきゃね。それいいでしょ。メイクはね、メイクは眉なしが流行る、今年。眉なし、眉毛を剃って、みんなね、眉毛を描かないのが可愛いってなる。で涙袋とかもやらない。うん、マロメイクが流行りますね。マロメイクが。平安とかね。うん。で眉毛をみんなね、わざと剃って描かないで、そう。ふざけて、ね、覚えといてちょうだい、私の言葉を。当たるから、マジで。マジで先見の目があるからね。で、音楽は、音楽はね、音楽はそうね、去年レモンとか流行ったけど、今年はみかんが流行る。今年は新作ね、うん、山下達郎がみかんっていう歌を出すのよ、ね、山下達郎がみかんっていう、ね、新曲を出して、それがバカ売れする。だから、あの雨は夜更け過ぎにのあの歌の売り上げを超える。1000万枚売れるね。1000万ダウンロード、みかん。CD は売れないけど。で AKB は、ね、今音楽業界を牛耳ってる AKB は EXILE と合流します。AKB と EXILE は合体する。もう混同グループになる。マジマジ、もうアイドルグループになるから、もうミックスされて、
で、ジャニーズ事務所は名前が変わります。ジャニーズ事務所はジャニーズじゃなくなる、新しい名前の事務所になります。そう、これを覚えておいて、皆さんね、私が予言したものをね、何個当たるか、もしかしたら全て当たるかもしれないし、まあ、全部外れるってことないでしょ。でね、新しい紙幣が発行されます。年号が変わってね、今まで今まで新しい紙幣が出たのは沖縄の時だよね、沖縄サミットの時。ね、だからお札が一新されますね、年号が変わったら。新しいお札を作ります、日本は。次の年号、次の年号、アン・ルイス、アン・ルイス、アン、アン、安い、ルイ、ルイは友よくのルイ、ス、スってあれよ、源静香のス。横文字な感じ、3文字、3文字。年号は3文字になります。皆さん2文字じゃ、2文字だと思ってるでしょ。新しい新年号は3文字でございます。3文字。2文字じゃないかな。3文字になります。本当に。もうちょっと昼寝したいんだけど、眠くなってきちゃった。もういい？そろそろねえ、そうそう、昼寝していいかい？おじさん、あ、そうそう、寝るわよ、もうこのまんま寝るわ、パターンと今日ね。うん、襲っちゃう？やだ、襲わないで、ちょっとサービスしてあげるか、はい、サービス、サービス。おサービス。終わるよ、本当に。おつじょりで明日なんですけど、ちょっと料理配信を考えてるのに、なんか何作るか、あ、でも明日外配信しよう。お散歩にするわ、ちょっと今日食いすぎたから。おじさんぽで、ちょっと二子玉川行こうかな、久しぶりに。あれ、二子玉川行こうかな。まあ散歩か料理かどっち、でも料理だと具材買わなきゃいけないし、もうね、なんかメイクして外出ようかな、お散歩。ちょっと考えとくわ。うん、箸巻き作ってもいいね。ちょっと考える。コンビニで具材揃えるんだったら箸巻きでもいいな。
マジマジ。うん、妙利半紙にいいかな。箸巻き作ろう、箸巻き。うん。はい、おつじょり。